を取れ「俺は海の狼の配下で大砲組頭を務める大原甲というものだ。戦国上で縫製がしたのを聞かれたであろう。あれはイスパニアの海賊船と出会って一戦したのだが」と甲斐は話し出した。その話によると海の狼が早船でイスパニア船へ切り込んだ時。 貝は組下の者25名と共に残って援護射撃に当たっていた。ところが切り込み隊の者が敵戦へ乗り移ったので射撃をやめようとした途端、不意に佐野間家の老職の祖銀之丞が銃を持った一体の家臣を従えて現れ射撃を続けろと命令した。海の狼は 日本国の名誉を傷つける海賊の棟梁だ。我が佐沼家は南蛮の地へ新しい領土を建設するために行くので、海賊などと行動を共にすることはできぬ。今からこの船は佐沼家の御用船だ。命令に背く者は射殺するぞ。そう言って射撃を続けることを迫った。 もちろん我々は断固として拒んだするとキャッツは即座に七名の奉仕を射殺した見ると搬送組の者もかじ取りも全てやつらの筒先で取り巻かれている俺は手向えしても無駄だと思ったしかしどうして棟梁を狙撃することができるか我々はわざと狙いを外して撃った ところが銀の城の奴は早くもそれを見て、家臣に射撃を命じ、我々は全部一とまとめに押し込められてしまったのだ。ルート・佐ノマ家では、自分たちだけで南蛮へ押し渡ろうとするのか。はじめはそう思った。しかし、上に押し込められているとき、ちらと聞いた様子では、 ポルトガルの海賊と気脈を通じているらしい。何でも乱パカでその一味と落ち合う手はずが決まっているということだ。三夜には次第に事情が明らかになってきた。おゆりが食料庫で聞いた謀反の話。その発刀人は過労の親子である。それで子息銀の城の方が主になって、 ししていいるらしい彼らは海の狼がイスパニア戦襲撃のために去ったのを好機として巧みに地獄丸を己の手に収めた上全く独立勢力を作って南蛮へ向かうつもりなのであるそしてその企みは成功したとすると新作はどうなったかそれでキコーラは「 これからどうするつもりだこのまま無本人の手に身を任せるのかバカな大原海は吐き捨てるように言った。我々の棟梁と仰ぐのは海の狼ただ一人だ。そしてこの地獄丸は棟梁の船だ。たとえ海の狼が生きているにせよ、死んでいるにせよ。 我々は地獄丸を脱会し、豊梁の恨みを晴らさずには置かない。海賊仲間の掟では、無本人は八つ咲きの刑と決まっている。手段があると見えるな。夜になるのを待とう。この船の隅々まで、棚心を刺すように知っている我々だ。海の狼の爆かたる我々に、どんな力があるか。 奴らは本夜の夜中を過ぎぬうちに思い知るだろう。これらの話をおゆりは積み荷の陰に身をすくめたまま、いちごも逃さじと聞き取った。大変だ。おゆりは歯の根も合わぬほど驚いた。あんなに恐れていた陰謀がついに爆発し、銀の城とかいうやつがこの船の権力を握ったという。 では新作のおじさんはどうしたろうあのお姫様はチェお姫様なんかどうでもいいや。新作おじさんがどうなっているかそれを知るのが第一だ。もしや謀本人たちのために傷つきどこかの隅に血だらけになって倒れているのではあるまいか。そう思うとおゆりの小さい胸は 締めぎにかけて絞られるように苦しくなった。よし、抜け出して探ってやろう。そう決心をすると、まだ16の無分別で、それがどんな手違いを起こすかということを考える余裕もなく、ただ新作の安否を知りたさの一心から、猫のように足音を忍ばせて、戸口の方へ這い寄っていった。 狼の配下たちは気づかなかったが闇に目の慣れているサンヤは早くも見つけて「あこれどこへ行く?」と声をかけた途端におゆりは力任せに引き戸を押し開け銃を持った万氏の守っている戸口へダットのように飛び出したと見る刹那「うぬ無本人の犬か」と叫びざま 大原海は隠し持ったピストルを取り出すより早く、飛び出していくおゆりの背中をめがけて一発、偶然と撃った。ああおゆりの体はモンド撃って二三軒先へつんのめるように転倒した。一味の人。逃げたという絶叫と、線路を引き裂くような銃声とを聞きつけて、 はしご口の番士が4人抜刀して駆けつけた。ちょうどその足元へ、おゆりの体がつぶてのように転倒してきたのである。そいつだ捕まえろ戦争口の番士が銃をぎしたまま叫んだ。駆けつけてきた4人は白人を突きつけながらぐるりとおゆりを取り巻いた。こいつかなんだ 子供じゃないか。おい、立て、立て小ぞ。おゆりは、いたちのように素早い目で周囲を見回した。彼女ははじめ、姫や新作を狙う謀反人が誰であるか、それを先に突き止めてから、どうともしようと思ったのだが、四人に取り囲まれたのを見ると、その考えを変えた。しかし、ここは一つ。 無本人の方へ加担すると見せて、奴らのやることを探り出してやろう。その方が早いぞ。そう決心したからいきなり飛び起きると、身近にいた一人にかじりついて、おじさん、大変だよ。あたいを早く親分のところへ連れて行っておくれよ。親分だって親分でなきゃ大将かい なんでもいいや。おじさんたちの元締めをしている人のところへ連れて行っておくれ。早くしないと大変なことになるんだよ。大変なこととはどんなことだ。こんなところで押しモンドをしているときじゃない。早くしないとこの船は沈んでしまうんだ。番士たちは顔を見合わせたが、よし、こっちへ来い。 と言ってておを引き立2人は橋は口に残り2人が左右からお湯を挟んで一度甲カンパンへ出て線尾0の中へ入っていったそれから次の番紙に取り継がれた上2階作りになっている上の船室へと導かれたそこは十畳時期ほどの三房に窓のある部屋で壁間には 世界地図だの公開用の海図だの天文図だの各国の船の型を描いた図面が貼ってあり一方の棚には望遠鏡や四文儀や風速計やそれからポルトガル語の公開用の書物が並んでいる部屋の中央には南蛮風の長いテーブルと椅子があり佐沼家の家老矢沢総称 その子、銀の嬢。それに、二人の若侍が席についていた。何か大変なことがあるというのはお前か。おゆりが入ってくると、銀の嬢が白い丹精な、けれどどこかに凄みのある顔で、じろりと見ながら言った。はい、そ、そうなんです。何事だ、言ってみろ。 それは、あの、さっき船倉へ入れられた人たちが、この船の様子をよく知っているとのことで、佐沼様方を恨んで、この船を沈めてしまうという相談をしていたんです。そうか、馬鹿な奴らだな。銀の城はにやりと笑って、だが、お前は何者だどうしてこの船へ乗っていたのだ はいおゆりはドキリとしたが、あたいは土佐の漁師の娘で、ゆりっぺというものですが、この船が荒浜へ入ってきたとき、あんまり珍しい方なんで、見物したくなって、ふらふらと入っちゃったんです。そしたら、船が出てしまって、さかしくも悲しそうに声を潤ませて答えた。銀のは 深く疑う様子もなく。そうか、それは気の毒なことをした。しかし、お前のいたずらから起こった間違いだ。かわいそうだが、当分は国元へ帰れないぞ。この船はどこへ行くんですかそれを聞いてどうするあたい、本当は村へ帰るのが嫌なんだ。 なぜって、実のおっかさんが死んで、ママのおっかさんが来てから、とてもあたいを憎がっていじめてしようがないんだ。ねえ、お侍さん、お掃除でも何でもするから、このまま一緒にあたいを連れて行ってくれないかしら。連れて行けと言って、お前、どこへでも行くか。例えば何蛮へ渡るとしても、 行くよ行くともおゆりは目を輝かして言った南蛮だっておろし屋だってあの憎らしいおっかいのところへ帰らずに住むんなら極楽だねえお侍さん連れて行っておくれ銀の城総将が疑わしげに呼びかけると銀の城は心配ないというふうにうなずいて言った いや、大事ありませぬ。どうやら物の役に立つらしい少女。幸い女っ気のない折ゆえ、当分の間、姫の御用でも務めさせましょう。とらわれ姫。あ、これだ、この声だ。銀の城の話を聞きながら、おゆりは思わず胸の中でつぶやいた。 いつかの夜、食料庫の中で、新作を暗殺しろと命じていた声。あの無本人の声。それが今そこで話している銀之丞の声にそっくりなのだ。確かにそうだ。この声にそ違いない。そう思うと急に、新作の身の上が不安になってきた。本当に 銀の城が謀反人だとすると、それがこの船の実験を握った以上、かねて狙われていた新作が安全でいるわけはない。おじさんはもうやられたかもしれないぞ。おゆりはぞっとした。おゆり、それでは望み通り一緒に連れて行ってやろう。銀の城はそう言って立ち上がった。 その代わり、拙者の言うことに背いてはいかんぞ。何事によらず、申し付け通り働くであろうな。大丈夫だよ。きっと働くよ。では一緒に参れ。銀の城はおゆりを促してそこを出た。二人ははしごを降りた。そして、開花に並んでいる船室を二つ通り抜けて、 一番奥にある薄暗い部屋の前に立った銀之丞はおゆりをそばへ招いて声を潜めながら「お前は今からこの中にいるお方の付き人になるのだ」「それからお前は理髪らしいから詳しく言わなくともわかるだろうがよく注意して少しでも怪しいことがあったらすぐ拙者に知らせろ」「それを忘れぬように」 おゆりの敏少さを十分に認めたらしい銀の嬢の言葉に、こちらはひそかににやりとしながら、しかし表ではいかにも心得たという表情で、わかったよ、大丈夫、やるよ、とうなずきながら答えた。銀の嬢は重い扉を押し開けて中へ入った。薄暗い漁場半ほどの まるで座敷牢のような中に色青ざめた信子姫が小机に向かって探座していた。姫君、ご機嫌およろしゅう。銀の城は片膝をついて冷ややかな妙に人に迫る調子で言ってお相手にはなりますまいが、召使い代わりにと存じ少女を一人召し連れました。名はおゆりと申します。 どうぞおそばに。銀之丞の長者か。姫はあざけるように言った。ノブはとらわれの身の上。召使いなどに用はありませんが、そちの方の都合なら勝手に置くがよかろう。はははは、まだ我らの中心がお分かりにならぬと見えますな。銀の城は、 姫の避難を軽くそらして、とらわれの身の上などとはもってのほか、小なた様はどのような場合にも我ら一等のご主君、さようなおひがみは早く押して遊ばされて、聞きとうない、用が済んだら行ってたまれ、その方の声を聞くと身が寒くなります。姫、 銀之丞はきっとして、それはいささかお言葉が過ぎましょうぞ。過ぎたらどうしやる銀之丞の僧帽のが一瞬獣のようなすさまじい光を帯びた。しかしすぐ苦笑に紛らして、まあ我らの心がお分かりになるまでは黙ってお言葉を忍ぶといたしましょう。しかし姫。 人間の我慢には限りがございまするぞ。それをお忘れ遊ばさぬよう。そう言って銀の城は立ち去った。おゆりは部屋の隅に身を縮めて、じっと姫の様子を見合った。美しい顔がすっかりあつれて、眉は深い憂いをたたえ、唇にもかつての若々しい血色はなく。 見るからに痛々しい風情だった。お姫様、しばらくしておゆりが声を潜めながら呼びかけた。私をお忘れですか。信子姫はそう言われて初めて静かに振り向いた。おゆりはひとひざ進んで、土佐の荒浜で新作が鉄砲で狙われたときお目にかかった。 おお、あの時のユリッペとか。姫の顔にさっと生殖が蘇った。どうしてここへあれからずっと船倉に隠れていたのです。けれどお姫様、あなたはどうしてこんなところに押し込められているのですか。新作のおじさんはどこにご無事ですか。お前、 何も知らないのね。何も知らないって。それではやっぱり新作のおじさんはどうかしたのし、黙って。万子が来ました。姫が慌てて制した。扉の外に万子の見回ってくる足音が聞こえた。夜の上陸。信子姫は、 手短にありしことを語った「海の狼一頭がイスパニアの海賊船を襲撃に出かけたあとかねて示し合わせてあったと見え矢沢親子をはじめ一味の者が急に放棄して佐沼有常はじめ一味に加担せぬ家臣たちや居残っていた海の狼の配下の者を襲ってこれを捕らえ。 てしま船て、その時姫は甲板にいたそれはイスパニア船へ切り込んだ人数のうちに新作が紛れ込むのを見つけたのでどうなることかと甲板から見ていたのであるそこへ矢沢銀之丞がやってきていきなり取り押さえこの座敷牢のような狭い部屋へと監禁したのだった 驚いたなあそんなことがあったんですかそれでは新作のおじさんはまだ死んだわけじゃないんですねご無事だとは思うけれど卑怯な矢沢一味がイスパニア戦へ随分大砲を打ちかけたようだから本当にご無事かどうか私にも分かりませんだけどねえお姫様 銀の城たちは一体海の狼をやっつけたり、お姫様に謀反したりして、これからどうしようというの自分じゃあさっき南蛮へ行くんだなんて言っていたけれど、本当なんでしょうかそうらしいの。信子は絶望したように、何でも彼らはイギリスの海賊と通謀していて、 一緒にカンボジア国を攻め取る計略だと言っていました近いうちにその海賊船と会うことになっているそうですそんならどうして謀反なんか起こしたんでしょうお姫様やお殿様に謀反しなくったってできることじゃないその訳は姫の口からは言えなかった矢沢銀之丞が謀反を起こしたのは 家中の侍たちを自分の腹心にして、南蛮地方へ新日本国を建てた場合、自分がそこの国王になろうという深い野心があったからで、そのためにこそ海のオオカミをやっつけて、イギリスの海賊と密かに手を握ったのだ。また、銀之丞は新日本国の王になる時、信子姫を 自分の木先にしようと企んでいたから、姫が自分より新作の方をついている様子を見て、これをも暗殺しようと測ったのであった。それでお姫様、これからどうなさるのわかりません。いっそのこと自害して、と思うけれど、父の身の上もわからず、それに、 新作様の安否も知れぬゆえ、死ぬなんてそんなこといけないや。銀の嬢のような悪者のために罪のない者が自分を死なすなんて悔しいじゃないの、お姫様。そんな考えはやめにして、これから無本人たちをやっつける工夫をしましょう。なに、ゆりぺだってこうなればちょっとは役に立ちますよ。 でもこのように矢沢一味が船を占領していてはどう手出しもできぬではないか。それには別の計略があるんです。おゆりは声を潜めてささやいた。船蔵の中に閉じ込められている海の狼の配下たちが船内の事情をよく知っているため檻を見て矢沢一味に逆襲をかけようとしていること。 まだその他にも、家中の中心たちが、船内のどこかに押し込められているはずだから、これらの人々と力を合わせて、十分に機会を狙った上、銀之丞一味に不意打ちをかけよう。というのが、おゆりの考えだった。こうして姫とおゆりが密謀を案じていたとき、一方では、銀之丞一味の手によって、 すでに地獄丸は予定の通り東シナ海を南下しランパカオの郊外へと近づいていたランパカオというのは今の香港のことで当時から南シナ海随一の要港であった時勢から言うと関東に近く霊南の地を占め海を隔ててルソン島ジャワさらにシャム カンボジアに接しているため、西欧諸国の商船は多くここを根拠地にして、盛んに東洋進出に活躍していた。それゆえランカパオには、オランダ、ポルトガルはじめ、英、仏、スペインなど、各国人が入り込んで、街には洋風の石像建築が並び、道には様々な人種があるいは馬車を借り、 あるいは腰を貫いておるがごとく往来しているし、港には大小、洋式、とりどりの船が、帆柱を交えて、列、いりつ。その賑わいのありさまは、実に目を驚かすばかりであった。夜になったら、万氏の隙をうかがって、船蔵の囚人たちと、すぐにも打ち合わせをしよう。と、ひそかに、おゆりと信子姫とが、 相談しているときだった。二三人の足音が部屋の外に近づいてきたと思うと、扉が開いて、銀の城が二人の部下と共に現れた。姫君、お支度を遊ばせ。これより丘へご案内を申します。え、丘へ上がるのか。 早くも密謀をかんづかれたと驚く姫を、銀之丞は冷ややかに見ながら、さればこの船にはもう用はござりませぬ。いよいよ目的の地にも近づきましたゆえ、準備のためしばらく当地に滞在つかまつります。父上はどう遊ばしたか。もはや先ほど丘へご案内申しました。 お支度があらば早く、そうでないと危のうございます。銀の城は冷酷に微笑して、この船にはすでに火を放ちましたから。な、なに火を放ったとさよう、我らに同志せぬ奴ら、ひとまとめにこの船もろとも焼き沈めまする。早くなさらぬと姫君も一緒に。 む無慈悲な犬め姫は唇を震わせながら叫んだああ万事休すおゆりと測った反撃の手段も一歩の差で水の泡となった矢沢一味に反する忠臣たちはこの地獄船もろとも焼き殺されてしまうのだもう味方もなく船もなく 母国日本を遠く離れた異郷で、信子姫はまんまと銀の城の魔種に握られてしまったのだ。おゆりと姫は深夜の港を小舟に揺られながら、世界の航海者をして悪魔のごとく真実せしめた地獄丸が、郊外遠く延々と燃え上がるのを見て、